すごいいい人。Like, how long will it take? To dessert? 101. 101. That's close. Yeah. Are you going there every day? Every day. Yeah. That's cool. Are you fasting? Yeah. Oh, you're fasting? Day 24. Wow. Six. Six more days? Yeah. Six more days. Wow. Is it tough? No, it's finished. Mm-hmm. It's okay. I'm useful. Yeah. Since what age? With age 12. Yeah. No, really? Yeah. 12. Still in elementary, right? Yeah, 12. But should be start 10 years slowly. My daughter, 8-year-old, she doing 8 days. のツアーやったからなんかいっぱい人おったらどうしようと思って人見知り発揮しちゃうわと思ったけど、あともう一人、今日は二人だけらしくて、まあ気楽。どんな人やろ。ここのチケットカウンターでこの運転するやつを買います。キャッシュやと200AED で、カードやと210。カード、キャッシュで払った方が安い、約400円。結構でかいな、日本円にしたら。ペーパードライバーが運転できるのだろうか、不安。うわー、でも楽しみ。こういう坂を斜めに走る車が、わー、ノースケーリー。カム、ホールドテンノーノーイズクローズアイスクローズヤーアイスクローズバイクラインイスクランシンシン
touch? Yes, touch. That's my strand bird. Is it? No problem. No problem. Yes. Really? Close your hand. No problem. Okay. That's why. Yes. His eyes closed. Why? Yes. Because his hand into his eyes. No attack? No, because it doesn't go inside. Ah, I see. Oh, I see. No, it's friendly. Sigmas. Oh. It's friendly. Yeah, he's friendly, I guess. Is he trying to fly? Huh? No. Yeah, no. Not fly. Why? Because he likes you? Oh, hello. Okay. Yeah, thank you so much. いいな、砂漠に座ってチルも。硬。乗せてくれてありがとう。ありがとうございました。ちょっと最後にツーショットだけいいですか。すいません、よっこ失礼します。正座してるみたいな感じ。ありがとう。 It was fun! 馬もいる。6時45分が日没で、今6時半やからあと15分待ってます。日没になったら食べれます。ラマダンだからね。今日スーパーでサラダ買ってる時に、チュニジアから来てる人で、ここに住んでる人が話してくれて、ドバイっていろんな国と近いから住んでるっていう話をしてて、旅行もしやすいし、そういうのが夢やったからって言ってはって、印象的やったのが、旅行は一つの投資って言ってて、旅行から帰ってきた後のそういうフレッシュな気持ちとか、旅行で受けた刺激とか、そういうのでまた日常頑張ろうと思ったり新しくなったりするから、一つの投資だよねみたいな感じで言ってはって、ああなるほどと思って。自分の場合は旅行に行って帰ってきたら、ああまた日常かとか現実戻んのかみたいな刺激よりも、ディプレッションまではいかへんけど、ああ日常戻っちゃうねんなっていうちょっと悲しい気持ちの方が多かったから、確かにせっかく旅行を通していろんな人と会ったり喋ったり刺激を受けてるから、それをもっと自分のエネルギーに変えて生活しなあかんなって、その人の話を聞いてちょっと反省しました、うん、でもやっぱりそうやっていろんな人の話を聞けて、やっぱ旅行って楽しい、いろんな人と出会えるってすごい刺激になる、この砂絵で名前入れてくれるのかわいい。自分の名前をアラビックとか英語でオーダーメイドで作ってくれるそう。Making from this. You like some one bottle like your family name? I do same like this. I see. Wow.
な続々とご飯を取りに行ってます。The barbecue dinner is ready. You can proceed to the buffet and enjoy the meal. 多分このツアーに一人で来てるのが私だけっていう今気づいた。グビそう。わお。一緒に旅行したのがカップルやったんやけど、旦那さんはもう働くのやめて、で奥さんは、ポルトガル語の先生で、2人ともアフリカに住んでて、で今は7ヶ月一緒に旅行してるって言って、最初ヨーロッパ行ってからベトナムに行って、でいろいろ旅行してるって聞いて、すごいかっこいいと思って、自分も定年ぐらいになったらそんなことしたいなと思って、すごいかっこいいカップルやった。でもなんか2人のデートを邪魔しちゃってるようで申し訳なかったけど、でもいい人やった、かっこいい。砂漠ツアー超楽しかったです。その楽しさが少しでもシェアできてたら嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。ではまた。